速塾の久保です時間がないからできませんとかね借金があるお金がないからできませんとかそれからスキルがないからできませんとかね人脈がないからビジネスって向かないんじゃないかなとか意欲は湧きませんとかこれねみんなできない言い訳にしてしまうんですけども私に言わせればねこれ全部やる言い訳なんですよやる理由やる原動力なんですよだってね借金があるお金がないからビジネスやらないともう借金の返しはないじゃないですかお金の稼ぎようないじゃないですか何で借金があったりお金がないからビジネスができないって発想になるのか お金がないから借金があるからビジネスやって稼いでいかないとしょうがないんじゃないかなと私は思うんですよね。それから時間がない方、時間がないからできませんっていう方、明日になったら時間できるんですか明日は一日分人生短くなってるんで、もっと時間ないですよ。だから今日やらないと。今日やらないといけないと思います。時間がないっていうことは言い訳になるんじゃなくて、意欲になるはずなんですよ。それから人脈がないからできませんって方ね、あの活動していれば人脈はできるんですよ。 コンサルとか塾に入るじゃないですか。活動してれば、コンサルの先生とか塾の先生が、やる気のある人には指導がバン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 飛んできますよ。だから人脈できるんですよ。で、やってる人っていうのは目立つんで、やっぱり、ね、いろんな方からね、教えてください、助けてくださいってなるんですよ。人脈できるじゃないですか。例えば YouTube なんですけども、YouTube でずっと放送するじゃないですか。さあ視聴者さんとの人脈ってできると思いませんか でもやらなければ視聴者さんとのつながりができないんで人脈の出来ようがないんですよ。だから人脈がない人ほど活動していかないといけないし、人脈がない人ほど発信していかなくちゃいけないんですよ。意欲がない方もね、これね、意欲がないからできませんとか関係ないんですよ。意欲がなくてもやっていかないともうね、後がないわけなんですよ。 そそれこそね、やらずに何かが生まれるわけないですし誰かがお金を振り込んでくれるわけないんですよね絶対に誰かの役に立たないといけない誰かに勇気ある背中を見せないといけないもうズタボロのところからあこう起き上がっていくそういう感動を出していかないと人は誰も認めてくれないんですよねだからねお金がないとかね時間がないとか人脈がないとかやって腐ってる方はそのまま腐った人として見られるんですよ そう思いませんか逆もあり,ありですよ。だって、やる気のないね、こもってるだけで何にも生産をしてない人ってどう思いますってことなんですよ。人間的に価値がないってわけじゃないんですよ。ビジネス的には全くお金払おうと思わないじゃないですか、そういう人に。 で今ね投げ銭っていうのがあってそのショールームっていうねアプリがあったりとかしますけどもそこでトークをしていたり踊ったりしてる女の子にお金を、ね、投げたりするわけですよ YouTube でも何かを喋ってる人に投げ銭とか行くわけじゃないですかだから何かをやってる人っていうのはね誰かに何か影響を与えて期待をしてもらえるわけなんですよだからやっていかないといけないんですよねたまにねあのー、私もね今日はどんな活動しようかなやんなくてもいいかなっていうふうにふっとよぎることがありますけどもそうなった時に同時にこういう思いがあります いやいや、でも、私の視聴者さんの中には1万3000人もいますから、1人ぐらい、今日の久保さんの動画見たいなと思ってくれる人がいるんじゃないかなと思,ったん思うんですよね。だから、今日もなんかテーマを見つけてやっていこうかなっていうふうに思うんですよ。そして、カメラのスイッチ、ポンと押すと、なんかね、テーマがポロ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 出てくるんですよ、自然に。不思議ですよね、これはね。これはね、やり込んだからこそ出てくると思うんですよ。カメラがオンエアになると、何かネタがね、自分で考えなくても、なんか出てくるんですよね、きっとね。 これはね、やり込んだからこそこの世界に行くと思うんですよ。だからすごく得したなと思ってますよね。で、あの、吉谷さんの GTR の話しますと、これ2000万でしょうん、確かにね、価格上がってくるし、あの、希少価値も高いし、うん、なんかその、すごいなと思いますよ。これはね、まあある意味一つの運なんですけども、自分が大好きなものが多くの人から憧れていただけるものっていうね、そのポイントが、もう合致したんでしょうね、きっとね。うん、だからこれはある意味不動産ではないんですけども、これから始まる新しい、 ビジネスになななるんいいかなと思いますこれからのガソリン車ってどん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 ね作られなくなっていくパターンになりますし例えばね今日のニュースではトヨタがクラウンをもう作らないんじゃないか売ら,売らないんじゃないかなっていうニュースが来ましたけどもこうなるとですよクラウンの価値が上がることがねもう多分に予想されるわけですよあの名車クラウンいつかはクラウン今ではねその地位がセルションに移っちゃったかもしれないその地位がレクサスに移っちゃったかもしれないでもクラウンはやっぱりね永遠にクラウン憧れのクラウンですよ あのクラウンのね、あのー、70年代80年代式のやつあれもねすごい人気ですよ当時ね憧れても乗れなかった当時の20代30代の人が今50代60代になってね乗ってみたいなとあの懐かしさをもう一度シーマ乗ってみたいなセドリックはとか思うでしょ私なんて83年のトランザマですからねどれだけ旧車ってのがね私たちの憧れに、あのー、こう気持ちを寄り添ってくれるのか少年の頃憧れたあのスーパーカーが フェアリゼットがなんと俺の手にみたいなねこのね、うん、なんかワクワクはやっぱり大人になってもね止められないですね男の子はねでしかもそういう貴重なものを手に入れようと思ったら自分がキャッシュを持ってないとその喜びとかあの憧れには手が届かないわけですよねで吉谷さんっていうのはまさにそれを手に入れて今ねほんと誰もが憧れる車に包まれて寝ているんですよそれこそねどんなに狭かろうが不自由だろうがもう快適そのものだと思いますよ でも残念ながらコンフォートゾーンって言うんですけども今快適に過ごしてる人って借金がないからやらないとか時間がないからやらないとか人脈がないからやらないっていうねまだ余裕をかましてるわけですよでこういう人はいつまでたっても自分の憧れとか目標にたどり着かないんじゃないかなと思いますそのベッドから離れて行く先はものすごくいばらの道かもしれないけどもそれこそねあの苦痛をこらえて進んでいかないともう自分の人生にはいつまでたっても,取りもう手が届かないと思うんですよね で本気でやってみようってことを今回はね言ってみたいですね本気でちょっと自分の人生取り組んでみようぜと血を流しても痛い目にあっても苦痛に耐えかねても眠たくてもそれだけの価値はあると思いますよあなたの人生はだから自分の人生を掴みに行くためにちょっとね手傷を深手を負うつもりで一歩二歩進んでいただきたいなと思っておりますまあ私のねあの思いっていうのはそれがねすべてですよ深手を負ってても自分の人生掴み取る価値があると思いませんかかすり傷すら嫌ですか自分の人生を進むのに いやーそんなに安っぽいもんじゃないと思いますよ。ちょこちょこっとね、一日2日ちょろちょろっと作業したら取り戻せるような、そんな安っぽい人生を送ってる人はいないと思うんですよ。まさにね、半年なり、一年なり、二年なり、三年なり、いや、時には五年とか十年かける意味はあるんじゃないですかね。だって自分の人生じゃないですか。最も希少な自分の人生。ぜひね、その自分の人生にある憧れ、夢、すべてを掴むために、ちょっとね、動いてみていただきたいかなと思います。そのためのお手伝いだったらいくらでもできるのが、即果塾であり、ドリミムアカデミーです。 ね、吉谷さんね R34 だろうがあ、ナイト2 0 0 0のトランザムだろうがそんなもんねポ,ポポポポって手に入りますよこれ本当ですからねただねそんなわけないだろうと思う人はそんなわけない人生が来ますよこんなバカなみたいな人生が来ますよもう笑えないですよ60代70代になって振り返ってみたらあの時やっておけばよかった40代でも遅くはなかったんだな50代になってもまだ一花咲かせたんだなと思ってももうその時は遅いんですよ年齢はねうんはっきり言ってね気にしなくていいです そのぐらいネネットビジススはスピードがありますなんせね私の経験から言っても3年で35年ローンが一発で払えるぐらいのねそのぐらいのインパクトを持ってるんですよで吉谷さんも R34 ね手に入れてますけどもどうですかね R342000 万ね誰がね誰がですよ綺麗に就職して順調に出世して年収でね600万700万稼いで R342000 万が手に入れるようなそんな人は何人いますかってことですよ 吉田さんはこう見えて,てもね、ブラック企業に行ったら潰れて、さらに次な憧れの会社やったらそこはブラックね、もうひどい目に遭いながらね、そして借金を追っかぶせられながら、その会社と決別して鹿児島に行ったら今の地位があるわけですよ、ね。もう時間がないからやる。借金があるからやる。人脈なんてやればできるみたいなね。やっていけば人脈もできますよ。そしてやればやるほどスキルは溜まっていきます。この自分がやり込んでいたスキルっていうのは絶対に自分を裏切らないんですよ。 そう思いませんかやり込んでいったスキルなんて絶対自分を裏切らないですよ。でもね、儲かる商材があります。ここに30枚入れてくださいっていうのは簡単に裏切るでしょ。自分の力じゃないから。誰かのレバレッジなんで、それはね、簡単に裏切られますよ。でも自分のレバレッジは絶対に自分を裏切られません。だってやり込んできたわけですから。そこにあるのは、もう真実のリアルの姿なんですよ。やり込んできて、いいことも悪いことも自分のストーリーは全部自分のものなんですよ。そしてそれはね、誰にも真似できない自分のワンアンドーリーのストーリーになるわけなんですよ。 まあ、ぜひね、頑張っていただきたいと思いますね。吉野さんね。それでは、本日は以上です。行ってらっしゃい。